続いてはこちらです。大人の自由時間のコーナーです。このコーナーは仕事や日常生活を送りながらも趣味を持ち自由な時間を過ごす素敵な大人をご紹介していくというコーナーです。さあ今日はですね、時間の使い方が上手で、うんうん、さらにほっこりするような感じの方が登場しますよ。はい、それではご覧いただきましょう。大人の自由時間、今回は宮崎市にある農園レストランハイビスカスにやってきました。今日ご紹介する方はこのレストランのオーナーをされているんだとか。こんにちは。いらっしゃいませ。オーナーの深谷です。はい、仕事が少し残ってますので少々お待ちください。さあ、そう言い残して仕事に戻る深谷さんですが、一目でただものじゃない雰囲気出てますよね。さらに深谷さんを待つ間店内を見て回りますと、この部屋にはドラムセットやギター、さらにお店の外にはサーフボードやウェットスーツが並びます。どれも深谷さんの趣味に関係あるんでしょうかね。お待たせしました、はい、中の上どうぞ。そして案内されたのは先ほどの部屋。やはり深谷さんの趣味は音楽なんでしょうか。私の趣味はこちらです。ハンドメイドクラフトバッグ作りです。野球、サーフィン、バンド、こちらも大好きな趣味なんですけども、今日はお店の空き時間を使ってできるですね、クラフトバッグ作りをしたいと思ってます。そうですね、クラフトテープを使ってですね、2時間ぐらいで簡単な小物入れでも作ろうかなと思ってます。なんと深谷さんの趣味はハンドメイドクラフトバッグ作りということで、全然想像つかなかっただけにこれびっくりしましたね。そもそもこの趣味を始めたきっかけは、ちょうど10年ぐらい前にですね、テレビが壊れたことがあってどうしようかなと思ったんですが、知人からですねこのクラフトバッグ作りを教えてもらってですね、時間つぶしにと思って始めたことがきっかけなんですけども、やってみたらですね非常にこう楽しくてハマってしまったんだと思いますね。だいたいこんな形を作ろうかなっていうので、サイズが、小物入れですからテレビのリモコンだったりリップクリームなんかを入れるぐらいのやつなんですけども、その土台を作るところだけだいたい毎回描くようにはしてます。深谷さんはリップクリームを使うんですか。リップクリームは枕元に置きたいタイプなので置いてます。はい、癖ですね。野球の時も打席に入る前には必ずつけるんですよね。もし浮かんでしょうかね。はい、野球はですね、もう本当物心ついた時といいますか、小学校の6年間、それから中学校、高校、そして大学までですね、野球をさせてもらってましたね。宮崎南高校時代にですね、高校3年生の時にキャプテンキャッチャーとして甲子園に出場させていただきました。野球塾の指導とかもしているんですけども、野球だったりサーフィン、サーフィンも自分がするのと、インストラクターだったりとか、そんなこと、それから地域でやってる獅子舞だったり、町おこしですね、祭り本郷だったり、そういうことにも趣味として取り組ませていただいてます。ボンドをつけてですね、今、洗濯バサミで留めているところなんですけども、ちょうどこの下の部分、底の部分ができたところになります。これを折り曲げてですね、上の方に立ち上げて、今日はこの白のテープを使ってどんどんこう編み上げていきたいなと思っております。本当に多趣味でアクティブな深谷さんなんですが、お店を経営されているオーナーさんでもあるんですよね。お忙しい毎日で趣味を楽しむ時間なんてあるんでしょうか。基本的にはですね、お店11時から、夜の9時までですね、ずっと連続で営業してますので空き時間っていうのはないんですけども、3時ぐらいにはお客さんがいなくなる時間がありますので、その時間が僕らの空き時間っていうことにもなりますし、
まあ、そんな時間を使ってですね、まあ、こうやって自分の趣味を楽しんだりさせてもらってますね。本当まだ時間があれば波乗りに行きたいところなんですけども、まあ、このくらいがちょうどリフレッシュできますね。はい、なるほどですね。空いた時間でリフレッシュ、本当に時間をうまく使っているんですね。さらに深谷さんは趣味とお仕事を両立させる方法も考えているようです。それはもう常にこう考えていることですから、まあ、これに花を例えば生けて料理の近くに置くとか、あのお客さんが座るテーブルに置いたらとか、そういうのはやっぱ考えますよね。そうですね、あの Facebook とかでこう結構いろんな人と接するようになって、で、まあ、こんな趣味がありますよとか、まあ、こんなことやってみたいとかいう人がいたので、一緒にこうやってバッグ作りをしたりしたことはありますね。一緒にそうやってやった人が、まあ、例えば学校とかで子どもたちに教えたとか、近所の人に教えてやったとかいうのを聞くと、またなんか嬉しくもなるし、一つのこういうきっかけで輪が広がるんだなっていうのは感じてますね。もうちょっと丈夫にするためにぐるぐる巻いていくんですけども、それが最後の仕事になります。あのこのボンドが乾けばこれ取っても一応完成ということになるんですけども、はい、まあ、私はあのクラフトバッグ作りをしてますけども、他にもいろんなハンドメイドの作品を作っている方いますので、うまく時間を使ってそんな人たちとも一緒にこういう作業ができたら楽しそうだなと思っています。基本的にですね、自分で家で使ったり、まあ、職場で使ったりもしてます。まあ、でも数が多いですので、友達にプレゼントしたりですねしています。今回、いくつかありますので、もしよかったら、スタジオの皆さんに、プレゼントさせていただけたらと思っていますが、どうでしょうか。いただきました。いただきました。ありがとうございます。これ可愛いらしい。またすごいですね、それぞれに大きさの違うバッグが3つあります、もちろんこれ深江さんが作られたものと、リボンまでついて僕のこれ、ちょっとあれですね、まあ、こういう言い方するとあれですけど、ちょっと想像がつかないと言いますか、何と言いますか。だってこれデザイン、ここ色全部紐が違うやつが編み込まれてるから、その分手間がね、僕あとやっぱりサーフィンをされるとおっしゃってた、海でたまに見かけるんですけども、まさかこんなあのおしゃれなっていうか、まあ、可愛らしいバッグなんかを作ってらっしゃるとは、これ夢にもちょっと思ってなかったっていう、だって最初 VTR 見てたらやっぱり音楽なのかな、サーフィンなのかなって思って、これが出た時に、なりました、ギャップが、びっくりした。お店のオーナーもされているそうなんですが、って登場したのが、男性の方なんだと思ってしかもその前になんか今日ほっこりする方がとかっていう、そうなんですよ、ほっこりするでしょまあまあ、まあ、ギャップの連続でしたね。でも女性はそういうの弱いんじゃないですか、ギャップ萌え的な、っていう、それはあると思いますね。あの深谷さん、あの私高校野球、夏の高校野球の大会の時の解説とかもされるので、ちょっとそれもお見かけしたことがあったから、もう重ねてびっくりしました。だから甲子園経験があるということ で、で長年その野球をやってらっしゃったという経験が買われて、春とか、まあ、夏の高校野球の、ね、解説とかテレビラジオでもお世話になっている方なんですよね。まさかこんな、ちょっと深井さんの手からこんなに言い方悪いですけど、ギャップギャップ、本当ギャップ、ね、だってこれ私もこのまま買い物行けるもん、この後。いやこれ、これ持って、ほら可愛い、それぞれね形も大きさも違いますけど、使いやすいね、いい大きさ。これはもうあれです、 OL がちょっとしたお弁当的なやつをこう入れてね、本当ですね、って感じじゃないですか、ほら、まあ、これまでね、こういったクラフトバッグを100個以上作ってらっしゃるということで、大きいものでは旅行にも出かけられるぐらいの1メートルサイズのものも作ってらっしゃったということですよ。そうなんですよ、はい、1メートル近くのバッグ。これってちなみに売ってるのかな、どう、これはこのこれ、あ、そうか、この作品をね、あ、
もしかしたらそのハイビスカス、農園レストランハイビスカスさんにそういうコーナーがあるのかな、ぜひともお店に行って、お店の紹介が一切なかったですよね。どう食事とかどんなのなのかなとかっていうのもちょっと気になりましたけれども、もうこれは気になったなら、はい、まずは食べに行って、うん、クラフトバッグ作ってる深谷さんですかということで、はい、これねまた販売してもらってもいいでしょうし、なんだったらもう教えそこでねこう教えていただくことももしかしたらできるかもしれないですもんね、自分でこんなの作れたら嬉しいよね、プレゼントにもいいと思いますからね、はい、はい、ということで今日も素敵な方ご紹介いたしました。大人の自由時間のコーナーでした。CM の後はインフォメーションです。でもきっかけがテレビが壊れたことじゃなかった。僕は即テレビ買いに行きますけどね。